はーい、こんにちは、つかつでーす。ということでね、今日もやっていきましょういやー、今回ね、こちら読みましたよ。これはね、2021年群像の4月号ですね。で、この中に、今回のね、第165回、芥川賞の候補作である、工藤レインさんのね、 つららの声が入ってるんですね。で、それ読みました。工藤レインさんのね。つららの声ね。これめっちゃ面白かったんですよ。なんか感動したわ。あの、最後ね、泣いた。僕ね、直木賞よりね、芥川賞でね、もう泣いちゃう時あるんですよ。芥川賞でね、うるっときちゃうね。やっぱ僕はもう、性質的に、獣文学の方が多分合うんだと思うんですけど、まぁ、あ、ちょっとあらすじね、言っていきますけど、 これね、まあ、いわゆる震災文学ですよ。震災文学ってね、結構いろいろあるんですけど、ちょっと新しい感じはしましたね。それね、主演公がいて、主演公いちかっていうね、女の子がいるんですよ。いちかちゃんは最初高校2年生なんですよ。美術部に入ってるんですね。で、場所がね、岩手県なんですね。で、岩手県の2011年2月から始まるんですよ。で、主演公のいちかちゃんは滝の絵を描いてるんですね、ずっと。滝を描こうと思ってバーって描いてるんですよ。で、なかなか,か 完成させられないんで、すけど、完成させその半年の以内に震災が起こったって書いてるわけ。だから2011年の3月になるわけですね。311になって震災が起こるんだけど、自分のね、いる場所はたまたまそれほど被害が大きくない場所だった。岩手県の中でもね。で、なんやかんやでね、4月になって、もう高校が再開されて、高校3年生になると。 で、その時にね、その美術部のね、古門の先生から、震災のために絵を描いてくれと。 そういうコンクールがあると。被災地にね、絵を送って元気づけようみたいな。そういう希望だとか絆だとかで、絵を描こうって言って、主人公を描くわけですよ。それで絵を描いて、それは偽アカシアの花らしいんですね。で、そのね、偽アカシアの絵を描いて送ったんですよ。一応コンクールだから1位、2位、3位って決めるんだけど、その主人公の絵はね、2位か3位かなん,かなんだねで。1位は、自分よりめちゃくちゃ下手な絵だったと。それは、れきから芽が出てる絵。 だったんですねでそれがめちゃくちゃ評価されて1位になったんだけど主人公からしたら自分の方がよっぽど上手いんじゃないかって思うわけどでもそれはもう震災のねことを考えて1位になったって。 って考えるわけ。で、主人公がね、まあ一応2位か3位だからインタビュー受けるんですよ。そのインタビューが、絵の内容ではなくて、タイトルとかね、注目したインタビューだったんですよ。これ結構、アクダガショアクションでも、記者会見で、作品の内容いかんじゃなくて、だから全然関係ないことを聞く記者みたいな感じでね、結構その出来上がって、 台本みたたたいいのがやっっぱあるわけ希望というメッセージを送りたかったんですすみたいなを言わわせようとするわけインタビュアーがでも、主人公はそれね、違和感を覚えるわけ。主人公は滝の絵をね、やっぱ描いてたわけですよ。で、それは送らなかったんだけど、全然関係ない高校の先生が通った時に、この滝の絵は俺は好きだなっていう先生いたんですよ。なんだけど、やっぱ津波のことがあったから、滝がバーって流れてる絵は、やっぱ評価されないだろう。 とかいうポツっってて言ううんでですよその先生がななるほど自分がどれだけ絵を描いたとしても、世間的にはやっぱ認められないとか、認められるとか、そういうのがあるんだなって思っちゃうわけ。この小説の特徴が一つあって、 で、すよでそれは、最初が、滝の絵2011から始まるんですよ。で、2011の次がね、ザボン2016っていうのが続くんですよ。だから、先の絵のね、話が終わったら、次2016年に飛ぶんですね。その主人公もちょっと年を取って、 で、大学生になってると。その時にめちゃくちゃ気の合うね、遠見っていう女の子がいたと。その子とザボンを食べようみたいな話になるのよ。ザボンってそういう柑橘類のね、ザボンがあるでしょ。で、その時に遠見から話を聞くわけですよ。遠見は福島に住んでて、311の時は、 中学校の卒業式だったと。トウのね、家族は誰も亡くなってなくて、でも、自分だけ何も失ってないと思うんですね、トウはね。トウがね、当時福島にいて、中学校の時に、単に家に帰ってる時にね、その自衛隊の人がいたと。どこに行くんだいって言われて、家に帰るんですって言ったわけ。そうすると、それだけで、その自衛隊の人は、なんか涙を流したと。 でもそれが、遠面は嫌だったと。自分はただ家に帰っているだけなのに、なぜ人を感動させなければいけないのかっていうので、めちゃくちゃ考えるわけ。 で、この小説っていろんな登場人物出てくるんですよ。例えば次の話で、遠見のね、話が終わったら、そのスズランテープ2016っていう話があるんですよ。これは2016年に主人公が大学生でキャンパスにいた時に、中尾っていう男の子がいて、その人と付き合うことなんですね。恋人になんですよ。中尾も実は被災者で、ろうそくがダメだと。ある食べ物屋さんに行った時にね、ろうそくに火をつけて、おしゃれなね、食べ物屋さんにしたいと言った時に、中尾は、そのろうそく、 を見てると不安になってくるともうダメになってくると。それは被災した時に電気がなくてろうそくだけでね過ごしてた時があると。で、それを思い出すから嫌だっていう中尾くんが出てきたりとか、あとちょっと言ったら春の海2019っていうね話があって2019年になって で、主人公が大学も卒業して社会人になってちっちゃい情報誌かなんかを作る。印刷会社みたいなに勤めるんですね。その会社の先輩とかにあんたも書きなさいよって言われて、記事を書くことになったと。その時にインスタグラムかなんかで、毎日海の写真を撮る女の人みたいながいて、その人にインタビューしようかなと思って。行ったら、その人も昔被災者でみたいな話なんですよ。だからこの小説のね。登場人物ってもうほとんど被災。 なななんんんでですすよ被災された人人人が出てきてててき主人公をを中心としていろんな人の声を聞くって話なんですねタイトルね、つららの声っていうのは、つららってね、いろんな大きさがあると。長かったり短かったり太かったりね、細かったりするつららっていうのがバーってあった時に、そう多分登場人物のことを言ってるんですね。その登場人物の声を聞くっていう話なんですよ。全9章になってて、まあショートショートじゃないけどね、主人公は全部同じ位置かっていうね、人が、 主人人公でででこののが2011 2021 10 10年年年年かかららままま話なんすすねつまり10年間ねつり間震災から10年過ぎてますよとその間に被災者のね、声っていうのがあったわけじゃないですか。で、それをやっぱ丁寧に書いてるって感じがしますね。で、基本的にはね、メッセージ性がかなり強い小説だと思いますね。だからこそ分かりやすい話にはなってますね。というのも、まあ登場人物たちが被災してね、で、その被災した中で、自分の行動一つでね、 周りがかわいそうだねとか。 ね、言ってくるわけですよ。でも自分は別に可哀想なのかなって本当に思うし、自分のちょっとした行動とかが人にね、影響を与えたりするんですよ。被災したってただそれだけのために。それを気にしてね、主人公とか結構気にしいな人間ですから、それを気にしてね、あ、私って何かしなきゃいけないのかなと。これ途中で出てくるけど、希望の子供っていうキーワード出ででくるけど、その自分は被災したけど、 頑張りましたよと。ここまで頑張ってきましたよ。っていう。 人にならなきゃいけないんじゃないかなとか、まあ、いわゆる世間的なものに合わせないといけないって、そうイメージを。被災のイメージを。かわいそうな子供とか、頑張ってる姿とかね。そういうのは変じゃないかって思うわけ。主人公たちは。個人的にね、震災のことで言うと、僕、一過言持っててね。僕ね、昔ね、何年も前ですよ。震災のね、小説書こうと思って書いたんですよね。で、新人賞にね、応募したんですよ。で、最終選考まで行かなかったけど、 かかねね4時かなんんまででで行ったんですよ、ね、で今でもね、僕ね、やっぱ思うのは、僕別にね、大阪の人間だから、東北に行ったことないし、被災なんかしたことないんですけど、そういう自分がね、震災のことを書いてもいいのかっていうのはね、やっぱあるっていうか、僕は書かなきゃいけないと思ったから書いたんだけど、結構ね、なんか周りにちょっと言うじゃないですか。そうすると、あんた、被災してないでしょとか言われることあったんですよね。被災してないのにそんな小説書いていいのって言われたんです で別にいいやんって僕は思ったわけ。僕もう思うことがあるわけじゃないですか。被災してなくてもね。その世間的な辛さを嗅ぎ取ってっていうかね。読み取って辛いなって思う時もあるじゃないですか。だからそれを小説書こうと思って書いたっていうのがあったんですよね。僕今31ですけど、10年前だから21でしょだから大学の時ですけど、ずっと覚えてるもんね。なんか、うわ、とんでもないこと起こったぞっていうのはずっとあるし、今でもあるんですよ。僕ずっと辛いもんね。関係ない。 だって被災してないんだからで。ずーっと辛いし、なんかね、背負ってる感じがずっとあるのよ。 そう、罪と罰みたいな。僕は別に何かを悪いことしたってわけでもないだけど、僕死ぬまで背負ってると思うよ。震災のことを。で、あの、おやすみプンプンだよね、朝の犬をが書いた漫画があるんですけど、あの中でね、ま、主人公プンプンがね、プンプンは多分東京にいるんですけど、311のね、テレビかなんか見てて、プンプンがずーっと泣いてんですね。で、そっからね、ずーっとね、多分泣いてて、みんなケロっとしてんのに、プンプン一人だけ泣いて、プンプンだけおかしいみたいなシーンがあったような気がする だプープンはちょっとね、感じやすいタイプの人間で、僕も感じやすいタイプい人間だと思うんだけど、だから僕も今だって泣こうと思えば泣けるもんね、本当に。辛いから。でもやっぱそれ抑えてますよね。そんなこと言っても伝わらないもんね、みんなに。震災のことで辛いんですって僕が、例えば泣いて、言っても伝わらないと思ってるから、僕言わないんだけど、いつも。多分そういうのがちょっと書かれてるんですよ。主人公たちは被災してますけどね、実際にね。でもやっぱ10年間経ったんだなーって思うわ。 この小説読んで。それはいいことなのか悪いことなのか分かんないけどね。でもいいことかもしれないよね。そういう救いがちょっとやっぱあるよなって思う。だから、この小説がね、僕は芥川賞を取ってもいいと思ってんだよね。むしろ、そう、ちょっとね、小説の形式としては、ちょっと特殊な気がすんだよね。大きな物語みたいなのもあるわけじゃないんですよ。被災して、いろんな人と話を聞くみたいな。 だけの話だから、でも主人公の10年の人生みたいなのももちろん書かれてますから、その中で震災に対する思いみたいなの、気持ちの変化みたいなが書かれてる話なので、結構キレキレに急に時代飛んだりするからね、何年何年何年って飛んだりするから、 ちょっと特殊な小説技法な感じもするんだけど、でも僕、芥川賞取っても全然ありだと思うし、こういう作品こそ取ってほしいと個人的には思うから、まあそれをちょっと考慮して、こう点数ね、つけますと90点ぐらい上げたいなって思うんです。まあ個人的な点数ですよ。だから結構ね、辛い小説でもあるんだけど、でもニュートラルな書き方してるから、読みやすいとは思いますよ。主人公の気持ちもあり、いろんな人の気持ちがあると。その中で自分はどう思ってるのかっていう、逆 逆勝者されて考えさせられる話なのかなと思う。それが文学だろうけどね、そもそもね。はい。まあ、そんなところでございます。またね、あの、秋田川賞の候補を読んだらね、書評動画出そうと思いますんでね、ここ期待ということでね。まあ、今回は終わりです。高評価、コメント、チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたした。バイバイ。